私見た目から入る人です。マリオだよ。それすげえのね。じゃあ今日は二人に司会任せたから、はい、分かった。一つでも噛んだらダメだからね。分かった。噛まない。お仕置きね。絶対お仕置きだね。お仕置きね。それでは早速ですが皆さん自己紹介をお願いいたします。じゃあ、はい、あさみから。はい。渡辺あさみです。二十歳です。栃木県出身です。あさみんって呼ばれてます。よろしくお願いします。イエーイ。それでは、はい、はい、ゆりやです。マリアのお姉ちゃんで18歳高校3年生です。よろしくお願いします。ゆりや、ゆりや、はい、はい、最年少の鈴木マリアです。誰、中学3年生の15歳です。よろしくお願いします。お誰だよ、誰だよ。それでは、はい、島崎里乃、里乃玉です。よろしくお願いします。解決できるだろ。はい、はい、こんにちは、ちょーい、お願いします。どうした、里乃。今日はね、明るくいこうと思って。やっぱ、ひなのキャラを出して。あのね、みんなね、もうね、毎回毎回ひなのこと眠そうって書いてる。そうそうそう、そんなことないんだけど、あの、そういう風に言われるから絶対もう今回書かれないように頑張るから。そう、毎回出してこう。オッケー、出してこ、出してこ。ちょっと耳元で大きいのはやめてね。はい、わっちょい、わっちょい。素直、素直。はい、それでは、はい、はい、みぞるぎセランです。高校2年生17歳です。よろしくお願いします。セラン、誰だ、誰だ。はい、チキーパレードリーダーの関根優の二十歳です、はい、よろしくお願いします。イエーイ。そうだ、あれ忘れてました。お、それでは皆さん、こんなメンバーあとお二人いるんですけど、9人合わせてこの生意気で攻撃的なチキーパレードでーす。あ、簡単なこと。お願いします。一番大事なこと忘れてました、ね、はい、ということでですね、まずはショールームの説明をですね、みんなにお願いしたいなって思います。お願いします。じゃあ、ひまちゃんの、そうですね、パートがあるから、じゃあそこからお願い。はい、ショールームの機能を使って、はい、右下にあるアイテムを投げたりコメントを書き込んだりしながらパソコンやスマートフォンの前でもチキパと交流することができますよ。いいですね。はい、番組にですね、コメントや、アイテムを投げて参加するには無料のアカウント登録が必要となります。会員登録がまだの皆さんは、右上、こっちですかね、右上の新規登録から登録してください。よろしくお願いします。はい、そして、はい、投げたポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前に出てきます。だから皆さんどんどんアピールしてくださいね。イエーイ、はい、それではですね、ここで今のランキングを確認していきたいと思います。それではまず3位は香港のテンさん。テンさん、テンさん、おめでとうございます。頭ツンツン、セランの太ももって言ってます。ウェーイ、はい、それでは2位はしゅんさん、おめでとうございます。しゅんさん、かっこいい、本当だ、おめでとうございます。それで1位がかんさん。かんさん、すごい、みんなまたいだ、みんなみたいな眉毛してるよ。やめてよ、わらまゆとか言うまゆ、まゆな、気づいてましたよね。私椅子低いんですよ。なんでそんな言ってんの、より低い。
あ、すごい素敵。そうだよ、すっごい思ってた。嘘。それではマリア。あ、いいね、快適快適。そんな方には今週も3名じゃないよ。はい、レイシュあげて。今週もランキング上位3名の方には私たちのはいサイン入り。おお、3周年。おお、記念。おお、バージョン。おお、の。おお、のでいい。変わらない。チェキをプレゼントします。3周年のチェキですね。はい、最終年記念バージョンのチェキをプレゼントします。はい、ぜひ。どんどん番組に参加してください。お願いします。お願いします。お願いします。見てる人が1000人超えたよ。やったー、やったー、イエーイ、イエーイ、参加してーい。今日ね、チキパの歌はい、今日チキパの全然祭をやってるよってツイッターに書いてほしいんですけど、ツイッターやってる人はあのツイッターのマークがあるので、それをクリックして拡散してください。お願いします。よろしくお願いします。ツイッターマークついてる。お願いします。はい、さて今日はですね、3周年の全然野菜ということで、はい、懐かしの秘蔵映像などを見ながらチキパの3周年を振り返っていきたいなって。絶対ひどいじゃん。秘蔵映像ってゾウゾウしてるね。怖い怖い。秘蔵、本当だね。ね、はい、それではありがとうございます。あ、ごめんね、うん、それでは早速なんですけど最初の映像を見ていきたいと思います。はい、あ、ちょっとまだできない。今コメントでね、フランス人はチキパが大好きって書いてくれてたよ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。今さ、ひどい映像のことさ、ひどい映像で最初の聞き間違えてみたり。ただ幼いだけ。そう。そうだよ。結構変わってるかもよ。ね。ねえ。秘蔵映像ってなんかゾウゾウしてますね、セラウさん。仲いいよ。そこまですごいのじゃないよ。みんなめっちゃ太もも見るね。そういう趣味なのかな。なんで見せないのって書かれてたね。それじゃ本当だ、隠れてる。ユニアはもともといい感じだから。いい感じじゃないわ。あ、それではですね、映像の準備ができたそうなので、お、来た。最初の映像いってみましょう。何映像チキだ。もしかして、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 そうそう、ゴミヤ、やだあ、それね。
私言えないなこれは。はーい、ありがとう。いや、いいね、いいね。やっぱ思い出話に花が咲くよね。咲きますね、ポンポンですね。すごい。どうですか、見て。あ、東京タワー入ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。とタワーさん。あー、うん、自由。どう？クマもありがとう。クマもありがとう。ありがとう。タワーさん。ねえ、おかしいですよ。すいません。リーダー。はい、頑張ります。ということでですね、はいはい、ここからは緊急企画。何？チキチキ。チキパレード記憶女王決定戦。チキ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 。そうなんです。このコーナーはですね、まあ、この映像の当時の出来事をですね、セランと、まあ、ユーニャの独断と偏見でクイズにしました。独断と偏見。まあそれで皆さんには答えていただこうかなって思うんですけど、はい、まつげ、あ、まつげ、間違えるとまつげ間違えると罰ゲームが皆さん待ち受けております。そういうのいる？お願いください。でも、ね、考えてやってるから、そう、はいはいはい、絶対はバランスメンバーが考えてやってるから、そういけると思う。記憶浅いもんね。そうですね。じゃあ、はいはい、先生配っていただいて。オッケー。はい、いける。そう、まあ、じゃあそれでは最初の問題に行きたいと思います。それでは行きます。問題、みんな大丈夫か？はい、大丈夫。じゃらん、じゃらん。 CPU にてこの、CPU にての、この曲にて、ジャンプをするジャンプ回数は全部で何回でしょう？15秒以内にお答えください。早っ！それではいきますよ。15、14、13、ちょっと数えて。11。ちなみに、これユリアとかの方がいっぱい飛んでると思うんだけど、シラの数えた数だから。OK。え、どういうこと？セランの独断と偏見。カン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 。セランの独断と偏見。15回くらい。カン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 。それは言っちゃダメじゃん、バカ野郎。そうだ、言っちゃったじゃん。じゃあ最初端からいきますか。アサミンからいきましょうか。3回。え？そう、え？だってサビでさ、飛んでるじゃん。サビって3回くらいあるじゃん。うん。なるほどね。なるほどね。じゃあヒナ行きましょう。10回。え？10回。おー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 。それではユリア、そんな飛ぶっけ？15。15回。おーおー。え、そんな飛ぶっけ？で、リノ5回。おーおー。マリアッタマん6回。あ、びっくりした、60回かと思っちゃった。何やねん。6回ね。いろいろね、ありますね。そうですね。はいはい。それではですね、はい、これはあのファンの方にもちょっと参加していただこうかと思いまして、はい、面白いよ。実はですね、ファンの方にはちゃんと3択を、え、なんでやねん。うちらも参加するんやん。ねえ、ご用意させていただきました。踊ってるからね。ケチか。そう、チューネームだ。だってリナさんは踊ってないわけじゃん。まあ、そうだね、そうですけど、そう、踊ってるけど、踊ってなければ、そうだよ、この時点で終わり。やめてや、分かっちゃうっていうのは。じゃあそれではいきますよ。じゃあですね、はい、選択肢1個目3回で、やった。あ、ちょ、まだやってない、まだやってない。あ、1番大丈夫、大丈夫、まだ言ってないよ。1番、ごめんね。1番3回。そうで、じゃあ14回だと思う人。2番。11番。2番お願いします。そしてじゃあ10回だと思う人。ダメだ、私3番投票してください。来たね、これ。3回と、お、今ちなみに何回、待って、何回と何回と何回でいいか。1番が3回、うん、2番が14回、そして3番が10回。もう入ってるぞ、入ってるぞ。ちなみに入ってるのが、はい、アサミとヒナ。どんまい。え、みんなどんまい。イエーイ。でもどっちか当たってるやろ。そうなんです、そうそうそう。かもしれない。よし、できた。それではお願いですよ。皆さん準備はいいですか。はい。それでは投票タイム、よーい、スタート。10回だけする。やめて。ちなみにみんなはこの3択の中だったら何番だと思う？3番。3番。3番。え？でしょ？そう、みんな3番。ゆりやは？え、じゃあゆり2番。おー、なるほど。え、ちょっと1にしてよ。だって3回以上飛んでる。それでは、そろそろ締め切りたいと思います。5秒前。4、3、2、1、終了。
チュンか。まあ一番はないでしょう。そうだね。え、もうそんな感じ？ない。一番はないでしょう。マジか。ということは、そうですね、2番の14と3番の10回。それでは正解発表をいたしたいと思います。はい。2番の14回でした。ちょっと待って、惜しい。そう、惜しいよ。すごいユリア、すごいよ。そんな飛んでる、そんな飛んでる。無限大だ。あ、そうだ、無限大だ。はい、ユリアは15回だ。正解。わお、ダメダメだよ。クラウンあのヒント出したからね。そう、違うよ。俺らしいジーネスの。だってさ、みんな分かってない。わお、ユリア飛んでるんですよ。コンティニュー何回でも最悪だよ。それ飛ばしてないから。言わない。ユリアはユリアに花丸をつけるよ。え、最初のね、ケラの独断と偏見っていうのが、そう、2回じゃん。14歳でしょ、うん、あ、じゃあ14回が正解でしょ、うん、ってことは、マリはその7を入れなかったってことは、7と3。あ、マリはもうアウトかな。アウトだね。そうだね。はい。それでは皆さんありがとうございました。ありがとうございました。正解者、いないということで。まあ、不正解の皆さん、まあ、みんなですね、はい、みんなにはですね、セランが顔に落書きをさせていただきたいと思います。みんなに、これみんなは、みんなじゃなくていいんじゃないの。いや、みんなので、あ、じゃあ一番さ、離れてる人にしたら。あ、そうだね。じゃあ3人で。そうですね。なんでやねん。離れてる2人にしましょう。よし。じゃあ誰と誰だ。もう一回数見せてもらっていいですか。数、え、まあ、ユリアは15、ユリアはもうで、ヒナ10回でしょ。10回、マリアが6回。あ、うん、あさみや、リナが来てくれて。え、待って、え、なんだろ、メイク落としが持ってきてないの。メイク落とし、ほんとにこれ、え、このままどうやって変えんの。変な顔のままで変えていただきます。お願いします。オッケー。まあ、でも落書きしてる時間ちょっともったいないんで、はい、ちょっと映像見ながら行きますか。一番いい省略、省略すんなよ。映像開けて、あの変な顔がボンってくる。面白い。アップでね。いいじゃん。そうです。そうしましょう。はい。それではですね、次の映像に早速行ってみたいと思います。それではコーナーみんなでお願いします。はい。行きますよ。映像チキラありがとう。
結構
皆さんからしたら難しいのかな。難しいかもしれないね。結構初期だからね。そうだね、結構前だよね。2年前。それでは早速投票していただきたいと思います。それでは用意ドン。ね、もうちょいちょいさ普通に映る顔がやばい。鼻の穴でっかい。すごい、後ろだから全然目立たないよ。ライオンちゃん、くまちゃん、ありがとう。ありがとう。アップアップ大丈夫です。いらないです。抜かなくていいです。いいです、本当にいいです。スクショタイムだね。いらない。いいです。いいね。わかった。どうですかね。じゃあそろそろ投票締め切りますよ。じゃあ5秒前4、3、2、1終了。おお、来ましたね。一番選択肢が多いのは3番アンジュルムさんですね。そうですね、あのちょっと分かっちゃうかなと思って先にやってたら。それでは、まあ、皆さんの回答も出揃ったということで、はい、チキパの回答を見ていきたいと思います。ほいさん、みんなでいいんじゃね。そうね、みんなで、うん、せーの、じゃん。おーおーおー、いい。全員正解。スマイルイチさん、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 おお。おそれでは正解は1番のスマ、あ、ちょっと3番のスマイルイチさんでした。やったいいのにこれで。違う、あの、うん、アンジェルムさんだと思ってて、あ、最初書いてたんだけど、ね、ちょっとアンジェルムさんに直したんで。なるほどね。あ、ヒュートさんってあれだよね、ドだよね。C にドだよね。はぁ、あれ、これもしかして関根優だ。関根優だ。おぉ、あれ、問題書かれたんだよ。関根優だ。本番前にまだ書かれたんだよ。イエーイ。褒めてもらってもよくない？そこは。おめでとう。おめでとう。え、もうほんと最悪。いや、全然全然ひな書かないよ。そんな全然やだ。考えたの。あ、じゃあじゃあまずまずまず、うん、ひどくない。もうそうですね、皆さん正解ということで、ね、はい、次映像を見ていきたいと思います。はい、はい、そうですね。あ、2000人超え、ありがとう。ありがとうございます。なんでこういったところで書かなきゃいけないの。皆さん映像終わりお楽しみに。それでは映像行きたいと思います。せーの、チキラー。あ、すいません。お、あ、どうしたのね。すいません、あのちょっとトラブルですね。いいじゃん、もう書いちゃいなよ、そっちは。あ、そうだね、うん、わかりました。じゃあ見えないように、見えないように。かわいい、かわいい。ちょっとね、関根優奈さんの罰ゲームタイムでございます。ほんと今から見た人はほんとびっくりするよこれ。確かにね、うん、だって鼻の穴でかいし、なんかおじいちゃんみたいだしさ。やめろし。いや、おばけが今のうちにツイッターで拡散希望お願いします。あ、それではですね、映像の準備ができたようなのでもう一回いきたいと思います。はい、の映像チェケラI'm not afraid to die.
のないミュージックビデオではユーニャンね、すごいメイクが濃かったんですけど、ね、今はある意味顔が濃くなりました。そうですね、それではいきますか。いきます。それでは3、2、1。すごっ。ねえ、反対をやらせといて。やばー。親父がいる。これユーニャン。でもさ、ユーニャンニャンニャン、なんでさ、今いつも声やるばかりなんの。でもさ、ほんとひどいんだけど。どうですか皆さん、ユーニャンのこと好きになりました？もっと。いや、遊びだったらね、なってるよ、ファンの人は。何も言えずに頑張ってましたね。そうか、ユニア今日のメイクが可愛いって思った。あれさ、うん、嘘でしょ、うん、いい今歴代のミュージックビデオの中で一番漏れてないんだよ。めちゃくちゃ今の今の今の変な枕しちゃったよね。確かに、本当にしなくていい枕しちゃったね。ありがとうございます。ね、漏れてるわ今日みんな、ね、かわいいね。ヒゲのあるアイドルってやばいよ。そんなわけでですね、続けてもう一個したいと思います。それでは映像チェキラチェキラ。めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。もういいよ、笑うのはいいことだよ。よー、そうね、懐かしいね。ねー、感動したよ、初めてのだもんね。そう、
また寒い人に感謝ですよ、ね、本当に本当に、まあ、そういうことでですね、うん、それではまたここで来たいつものあれを行きたいと思います、はい、チキチキ記憶上あ間違えた、ちょっと段取り変えたんでした、あそうなんですね、そうなんです、急遽ね問題の関係 で、 そうなんです、問題の関係で、ではですねちょっと先に映像を聞きたいと思います、おーおーおー、もう一個少々お待ち、少々お待ちください、ちょっとセラが出したいっていうかみんなが覚えてるかなってちょっと疑問な問題がちょっと一つあるんで、はい、それを出すがためにちょっと映像先に、わかりました、みんなに見てもらおうかなと思って、お、いいですね、あーそれがいいですね、あそう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 やりきれちゃった、あ、ほんとだ2500人突破しました、ありがとうございます、書き足せてよ、え、なんでマネージャーさんからのメイクが薄いという、あーそうだね、やっぱりやっぱ初心を思い出して分量から濃くしましょうということですかね、しましょう、そうですね、シルさんもういやーみんなもういいや、でもなんかさっきのさ、うん、あでもアイドルライブの時はやんなかったんだっけ、何を、結構さチキパ地方回った時にさ、うん、ご飯みんなで行ったりする時にさ、うん、顔に楽屋あそう絶対帰りはこのひどい顔になって、そうそうでコンビニ寄るんだよね、そうそうそう、一番キモくなるのは今、そうそう、確かにユーリアが絶対にすごいなんかそんなみんなと変わんないんだよ、迷惑はなんでだろうね、元がなんかなんていうのすごい受け入れてくれるよね、あんじゃないとこのメイクしっくりきちゃうからさ、あとマリアがやばい、マリアはやばい、マリア多分元が、あ、そうそう、後ろにユリアはね、いくらやっても可愛い、お姉ちゃんとマリーがそうだよね、ほんとつまんないね、いや、もうマリーはやばい、あ、マリーやばい、そうそうそう、ねえ、これなんで書き足した変わった、いいね、いいね、顔からもつまんないんだよ、いや、怖い怖い濃くなってる、ねえ、このさ、ユリアのメイクあれの再現じゃない、なんかさ、やったじゃん、スクショタイム、これかわいそうじゃない、なえ、でもこれちなみにメイク落とすものとか持ってきてないんで、ないみたいね、帰りは、あさみはでも鼻だけだから、そうそうそう、マスクしたら隠れる、まあ、リノも薄いからユーニャンこうやれ、隠れ、大丈夫だよ、ユーニャンサングラスかければ見えないっていや鼻出てるからね、サングラスにマスクってもう絶対さ、なるほどね、もう次プチョの CM 出れたらそれね言うなこれでツインセールして返そうよね、そうで今ツインしてもらいたいんだけどするやばいね、はい、もう最悪やん、準備めっちゃいいじゃん、キラキラしてあげるよ、待ってたって思うよ、放送事故レベルって書かれてるよ、あ嘘ちょっと危険なぐらい皆さん大丈夫、今の状況でですよ、ユーニャン推しに変わったよとか言う人いますかね、逆に減ったんじゃないの、逆にどうだどうだ、減ったの、減らないよ、まさかまさか、はーいって言ってる、はーいって言ってる、あの逆にかわいそうになってきたって手上げてる、そうですね、いいよね、ほんとに、よかったね、え、かわいいね、いや、惜しい、あ、かわいいかわいいツインテール、すごいね、あさみとって、あさみメイク薄いよって、薄くないよ、鼻の穴がでかいんだよメイクじゃないよこれ、ニューヨーク今それやられたんだよ、鼻の穴ね、そうそうそう、みんなすごい派手なシワとか描いてるのに、やばい、ね、やばいって、ユリアだけ鼻の穴だけみたいな、そうそう、ユリアにメガネあげないと、ユリ白いメガネは、あ、メガネは、あ、お、かわいい、かわいい、え、かわいい、燃える、スクショタイムね、にゃんにゃんって言ってみて、うん、にゃんにゃん、そこかわいいね、え、気持ち悪いじゃんすごいなこれ、待って待って、ゆりゃ、待って待って、ゆりゃ、せいでも顔でいたやばい、もうこれ大好きゆんなって書いてあるよ、やった、かわいいって、いいね、待って、それでも好きで言ってくれる人いいね、奥間、ね、さんがめっちゃ飛んできてる、奥間さん、みなさん、やばい、ハンさん、菅健二、ブライアン、ホコちゃん、ありがとう、ありがとう、あと、ハゲそうなトシもありがとう、ありがとう、ハゲそうなトシもありがとう、ツイッターに
怖いな、ね、これ今どうなってるの怖いな、ね、でもそれを見てさ、どんどん増えてきてくれてるよ ね、うん、ね、だからいいやん、だからいいよ、ね、お願い3000人行きたいからみんな拡散してください、希望お願いします、お願いします、映像の準備どうかな、映像ちょっとじゃあ映像なしで問題出します、そうですね、はい、いいですよ、しましょう、それでは全然大丈夫です、第3問目の、はい、3問目の映像がちょっと間に合わないです、はい、そうなんですよ、じゃあ言葉だけでも、そうです、ゆうなに立候補する第3問です、はい、じゃん、9月の22日にメジャーデビューが決定したライブを新宿ブレイズで行ったじゃないですか、はい、それのライブの動員数を正確に答えなさい、あ、お前らこれ覚えてるかも、これブログで地域パレードのなんていうんですか、スタッフさんが更新したブログで正式な人数を書いてあったんですけど、嘘、その人数を答えてください、いけー、え、それうちら3択じゃダメなの、ダメです、だってみんなさ、これあれだよ、メジャーデビュー決定のさ瞬間だよ、覚えてるよね、スタッフさんのブログ見てない、じゃあ皆さん書きながら、はい、皆さんには3択出しますかね、そうです、時間がないみたいな、オッケー、じゃあ見ないようにするね、見ないでください、それでは皆さんこれです、1番がふんふんふん、はんはんはん、そして2番がはんはんはん、3番がほんほうほう、 OK ですか、これ見えてますかね、もう一回、1番がこれ、2番がこれ、3番がこれです、それでは投票スタート、もう見ていい、マリア書きましたね、書いたら見てもいい、書いたら見ていい、マリア書きました、マリア皆さん投票いっぱいしてください、これ覚えてる方いますかね、どうやろう、これ当てたいな、タタ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 1番786人、2番766人、3番787人、あ、待って、それの中で1番786人がファンの方の中では一番多かった投票なんですけど、チキパーみんなの数をちょっと一斉に見ていきたいと思います、うん、せーの、ダーン、あさみ728人、ひな785人、やば、ユリア762人、マリア766人、ディノ787人、やばいよ、ということで正解は2番の766人でした、惜しい、見て惜しいよ、すごい惜しい、はい、マリア正解なんですけども、マリアさっき書き直してましたから、人生でも惜しいね、まあ、でしょ768人、でも惜しいよ、すごい、この顔なかった、惜しい、ちょっと自分のびっくりした、真似したのに、いやでもね、すごい、でもみんな覚えてないもんなんです ね、 ね、いやでも私はがっかりですよ、しないでがっかり、がっかり、がっかりね、全員ということで、まあここで本当は罰ゲームやっていただきたいんですけど、はい、時間がないということでツイッターにアップさせます、何を、落書きやるんだ、あーだー、え、だってさ、近いのじゃないの、ダメ、マリアもダメです、ねー、嘘をついた罪です、みんなユナのこと超えられるかな、ヒナのメイクでみんな一緒ください、皆さんもチキパのツイッターをチェックしてくださいね、はい、お願いします、してください、それではあっという間のエンディングのお時間となってしまいました、早すぎるね、皆さんコメントやアイテムで参加いただきましてありがとうございます、ありがとうございます、ということでですね、現在のランキングを見ていきましょう、じゃーん、3位ブライアン&香港ちゃん、いつもありがとうございます、ありがとう、そしてリーナ、す
ショールームにログインした状態でトップページの一番下にあるお問い合わせにメールをください。番組スタッフより連絡が届きます。メールには ID も忘れずに書いてください。また当選された方はですね、プレゼントが手元に届くまでニックネームは変えないようにお願いします。ちょっとかわいい、きまったこんなリーダー、待って、私はあとでチェキ取るんだよね。あ、そう、この顔だ。あ、そうだ、レアー、レアですよ。ある意味レアだね。そう、おめでとうございます。ということで、チキパからのお知らせを、はい、じゃあユーニャお願いします。セランからバトンタッチします。私たち明日っての2月19日に3周年の集いということで、はい、イベントをさせていただきます。この顔でやって伝わるかな。大丈夫大丈夫。そしてですね、2月の28、大阪のビッグキャット、そして3月の1日、名古屋のボトムラインにてワンマンライブを行わせていただきます。はい、このワンマンライブはチキパの今年のスタートになるライブになっているんですけども、はい、まだあのチケットとかも、はい、随時情報アップしていきたいと思います。はい、今一般発売中です。そうですね、一般発売中になっています。はい、本当にあの大事なライブになっていますし、この今見てくださってる2834名の方に、ちょっと一人でもね、多くの方に来ていただきたいと思っていますし、はい、あの本当にですね、はい、あのやっぱり今日知った方とかもいらっしゃると思うので、ぜひ皆さんちょっとツイッターとかオフィシャルホームページをチェックしていただいて、はい、ライブ見てほしいなと思っています。お願いします。ぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。2月19日私たちの3周年なんですけど、本当にライブもたくさんするので、皆さんぜひ来てください。お願いします。お願いします。頑張ります。全然野菜だからね。そう、うん、そうです、はい、お願いします。お願いします。ということで、はい、もう時間となって、結構時間もちょっと4分間過ぎちゃいました。そうだね、まあ、軽く感想とか言いたいと思いますけども、うん、どうでしたか、ひな。びっくりしちゃった。どうぞ。いや、今日はね、本当にその振り返れてよかったなって思います、うん、確かにね。そうだね、そのもっと2月19日に行きたいなって思った方がいるかなって思いますね。そうですね、はい、よろしく。リノ様どうでした。とりあえず渋さんにメイク落としを買ってきてほしい。そうだね、節電で帰れないね。ね、いや本当にあの全然野菜ということで、あの余計に楽しみになってきたというかね。じゃ本当説得力ないんですけど、こんな顔で。とりあえず19日みんなで頑張りますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。 MC、はい、素晴らしかったです。本当ですか。素晴らしい。めでたい。ぜひまたあのチキパでレギュラーとかショールームでやらせていただいてもいいですよ。ね、いいですよ。いいですよ。いいですよ。その時はまたセラが MC させてもらいます。オッケー。言っちゃった。ジロ。はい、じゃあ毎週月曜日のアットジャムも、はい、ジャムザワールドも、そうだね、はい、MC やってるので、頑張れ。いただいてるので見てください。よろしくお願いします、はい、ということで、地域パレード3周年の集い全然野菜を終わりにさせていただきたいと思います。2月19日3周年でチキパ頑張っていきたいと思います。ぜひ皆さんこれからも応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。以上、くのまいきで声的な地域パレードでした。